白鳥論は、大韓民国中西北道、清原郡扶要面出身の歌手、女優。女性グループ A ピンクのリーダーであり、サブボーカルを担当している、笛え小学校併設幼稚園、笛え小学校、笛え中学校、中北女子高等学校出身。父親は、発布機動道場の館長を務めており、 自身も小学校1年児から中学校3年児までの9年間、ハププド動を学び三段の段位を獲得した。その一方で、小学生時代から歌手になることを夢見ており、SES やボアの曲を歌ったり、ダンスの真似をしたりしていたという。2011年2月17日に、A ピンクのメンバーとして公開され芸能界デビュー。以降、グループ活動は、A ピンクのページを参照。 同年、MBC のシットコム、丸ごと、マイラブ125話から粉飾店のアルバイトチョロン役で登場し、女優デビューを果たす。2014年に、ドラマ、旧約少年では、ビトゥービーの孫子とロマンスを演じ、2017年に、ロマンス特別法でもヒロインを務める。2020年、初主演映画、不良な家族で、スクリーンデビューを果たした。A ピンクの中では、 面倒見の良いママのような存在であることから、チョロンのロンとママをくっつけたあだ名、ロンママと呼ばれ、慕われている。韓国のアイドルグループには7年目のジンクスという言葉があり7年以上活動できるグループは限られているが、エーピンクも結成7年を目前にした2017年に再契約の選択を迫られた際、チョロンの一声にメンバー全員が同意して再契約を結び、 グループを継続させた。ビトゥービーのチャンソプとは練習生時代から仲が良いことで知られ、2018年チャンソプが入隊前にリリースしたソロ曲ゴーンのメガボルトに友情出演している。2018年までグループ全員で共同生活を送っていたが、その後はメンバーのユンボミと二人で同居している。2016年10月23日、 A ピンクのメンバーの中で作詞も多く手がけており、グループ1周年記念にデジタルリリースされたファンソング4月19日の作詞に始まり、数々の A ピンクの楽曲の作詞を手掛けている。ありがとうございます。